性供給が必要だ、だから原発が必要だ、このように話しました。絶対に許せない権利だと思います。責任という言葉を使うんだったらば、まず第一に福島の人たちのやっぱり福島の人たちに誠実に対処してもらいたいと思います。何にもやってませんよね。もう皆さん中通りの方たちは本当にそれなりに高いところで、線量の高いところで暮らさざるを得ないような感じで追い込まれていますよね。もうひどいというか、もう本当にもうここの国の国民であるのがちょっと恥ずかしくなります。再稼働が必要だっていうその意味ですねが、全く私は納得いかないですね。何が必要なのか、その経済のために必要だと、経済の発展と安定のために必要だっていうのは 何日か前に言われたと思うんですけど、経済って人の命をこう天秤にかけてどっちが大切かって言ったら、やっぱり人の命であり子どもの命だと思うんで、その説明は私は全く納得がいかないですね。はい、でもこれは市民一人一人が声を上げるしかない。そこからしかもう何とかする方法はないと思ってるんで、逆に言えばもう今日これだけたくさんの方が集まったんで、そこで何とか声が届いてほしいと、まあ届かないんじゃないかと思いつつ、でもいっぱいたくさん人がそれだけの声が集まれば届くんじゃないかという希望も一方では持ってるんで、希望がなかったら私来ませんから。何回か今まで官邸前のアクションとかっていうのは参加してるんですか？私は2回目ですね。2回目、同じです。同じですか。再稼働ありきっていう原発以外で電気を得ることを考えてないことが全く私にとっては納得できないですし、その大井の方だけではなくて、地元もう日本国民全員にちゃんと説明というか、どんな説明でも納得はいかないですけれども、こんな地震がある国に想定原発を作るという考えがまず考えられないとか、到底納得できないですし、これだけ反対しても全く耳を貸さないということに首相であり続けることも私は許せないぐらいです。工事するとか言ってる。